まあ、それでは続きまして、次ではですね、その昔あのシボンボーだった皆さんの集まりだそうです、シボンボーズの皆さんです。よろしくお願いします。披露したことないんで、今回は初ライブでみんなドキドキしてます。よろしくお願いします。続きましてですが、1970年代、
怪異バンドのアンナという曲です。包まれていならとルージュのレモン2曲できますのでお願いします。
Thank you.
ったばかりのお湯の中が水平線から漏れている苫小牧発仙台駅ベリーあのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよおまけにテープを拾って女の子みたいにした土産にもらったら最高の歌詞手の中で振ればまた振り出し戻るたびに女や酒よりにサイコロを振って出店店のあの日にさあんたこそが勝利者さこの国と来たらかけるものなどないさだからこうして得たら夜だけ土産にもらったらサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻る限り日が沈んでいく転がし闇が狙う風天暮らしのあの小さどこかで会おう見ててくれ黒くれなしの男たち身を持ち尽くしちまった男の話を聞かせてよ何この転がし土産にもらった手の中で振ればまた振り返る戻る限り日が沈んでいく戻る限り日が沈んでいくありがとうございました。これラストの曲になります。ありがとうございます。アンコールです。はい。ですね、これ甲斐バンドなんですけど、これも1970年だ。ポップコーンを割って、ちょっと撮る方、打ってですかね。オッケー、わかりました。しっとりとで、はい、行きましょう。なぜ死んでしまった
してゆくに街を追っかけて追っかけて僕の青い声はいつの間にかこんなにこんなに枯れてしまった。教会の鐘が聞こえるかい、天使の賛美から聞こえるかい、悲しみが僕のさよならは見逃せたのに終わってしまった。お布団をおばあって、お布団をおばあって、弟子たちの声を叩いて、ポップコーンを笑って、ポップコーンを笑って、ベジータの声を叩いて。初心者なんで、ちょっと今日は次回ありますね。次回があるので今日はこれで撤収させてください。ありがとうございました。どうでした？